何このちっこいの。俺の子だよ。え、こんな凶悪な顔した猫からこんな可愛い子が。なのでワンちゃん僕の子かもしれません。大問題発言だよ。そうかそうか、ついに大狂乱猫と大狂乱タンクにな。しかも双子ですよ。世話が大変ったら怪しないわ。何歳なんでちか。0歳。え、0歳でも喋れるんですね。人間と一緒にしてもらっちゃ困りますよ。喋ってる猫ってだけでも不思議なのに。というわけだからまずは祝いの金をくれ。やっぱり兄弟なんだな。お金欲しいでしゅ。世の中金でしゅ。おい、どんな教育してんだよ。私たちが金を持っているとでも。そうだよ、ほぼタダで働いてるようなもんなんだぞ。祝いの金が欲しけりゃ隣の社長に給料あげるよ。さあ、それで本題はここからなのですが、あからさまに話し変え上がりましたね。この子たちにもニャコ株で働いてもらうため。お前子供にまで働かせるつもりか。いつの時代の話ですか。ビシビシ指導お願いします。いいか、まずはメンタルを強くする練習だ。結局やるんだ。兄のところに僕にの双子が生まれました。おい、なんだこのとんでもない内容のポストは。え、それってもしかして子供かわいそう。あなたがしたこと忘れてませんからね。泣いちまったじゃねえか。そんなメンタルでどうする。これから辛いことがたくさん待っているんだぞ。大丈夫よ、あんたたちのお父さんはこの凶悪顔の方だから。凶悪顔ってひどくない。しかも前科持ち。お前は一言多いんだよ。次の問題を答えなさい。わかるわけねえだろ、0歳だぞ。ほら見ろ、お前泣いてるじゃねえか。お前らはやればできる子。お前に何がわかるんだよ。で、答えは。私にわかるわけないじゃないですか。飛ばすぞこいつ。次は芸術的な感性も身につけないと。おい、これゾンビ映画だぞ。 R 指定ついてるだろ絶対。ねえ、これ俺また映画司会侵入罪で捕まらない。今日は貸し切り状態ですから大丈夫でしょう。次はドッジボールだ。すごい、全然ビクともしない。次は短距離走だ。おう、チビ猫早い。タンクも頑張れ頑張れ。ここまで見てきて分かったことがある。分かったこと。頭はそんなに良くないということ。0歳児だぞ。いい方だわ。なんなら天才的だわ。そして他にも気づいたことがある。性別とかだったら怒りますよ。チビ猫は素晴しっこくて、タンクは体力がある。タンクは動きは遅いが、そこら辺は体力でカバーできるだろう。いきなりまともなこと言わないでください。ということで最後の試練だ。最後の試練は猫と猫のぶつかり合い。どれほどの体力があるか見極めてやる。今回は平等にということで、レア界 X キャラでしか相手しない。意外にまともに試練してた。行きましょう。おう、かかってこい。なんかこっちギリ使えそうかなみたいなメンバー寄せ集めな感じが半端ないけど、いやでも今回はこいつがいる。ねえこれ大丈夫そ。肌の色多いけど大丈夫そ。 B のところはモザイク1を入れとくわ。 B 地区の B な。よろしくですん、ちょろころころピースケスン。はい、ということで予算の入団が決定いたしました。運画像が全部モザイクだったけどね。布の面積少なすぎるんだよ。そしてなんで体がリアルなんだよ。お願い YouTube さん、これは違うんです。年齢制限つけないで。 AI に引っかからないといいね。教育に悪いでしゅ。そうだよ、0歳児には刺激が強いんだよ。なんで神様連れてきたんだよ。マジでこの時ギリで使えそうなやつがこいつしかいなかったんだよ。所持金もモザイクでよく見えませんが、皆さんの心で見てください。どういうことだよそれ。しかも今まともに攻撃してるの神様ぐらいだと思うんで、あとはレベルがどうなってたか。お前チビタンク舐めてたら痛い目見るぞ。あんた、うちの子があんなに頑張ってるよ。見てられない。俺はあいつを守りに行くぞ。余計なことしないでほしいでしゅ。そうだよあんた、あの子がせっかく頑張ってるんだから、せめて見守るんだ。わが子、そろそろ名前くらいつけてやったらどうです。じゃあドドンタドンタチで。なんでお前が命名するんだよ。いややかましいわ。低4本ある化け物かな。っていうかウルルンも参戦してすごい猫のようだ。それなのにあの子いつきであんなに頑張って。兄さん見てください、あれが鬼の目にも涙ってやつです。お前マジでぶっ飛ばされるぞ。いやそれにしてもニャンピューターで放置だから暇ですね。お前チビタンクの試練だぞ。真剣にやれや。株価チェックしておこう。株持ってないけど。なんなんだよ、もうあいつ一気で耐えてんだよ。ダメだ、涙腺崩壊する。マリちゃんまだまだチビニャンコはこれからも出てくる予定ですけど大丈夫。涙腺持たないんじゃない。私はもうチビタンク応援するぞ。もちろん私も我が子応援するわ。僕はチビタンクが元気な子に育ってくれれば何の問題もないです。お前はただ自分の会社で働けるようになれば何でもいいんだろ。いやそれにしてもこの若さで僕もおじさんか。お前一体何歳なんだよ。永遠の5歳児ですよ。クレヨンしんちゃんかな。か、神様の攻撃が。耐えて、頑張って。うおおおおおお、ちょい待て、やばいもん2体出すな。え、あ、ニャンピューターで放置だったんで勝手に出ちゃいましたね。露出鏡2体はまずい。あ、なんかいい感じにかぶった。マリちゃん、あれは芸術ですよ。いかがわしいものではありません。ミケランジェロのようなものだと思ってください。とても芸術には見えないんだが、これもチビタンクの目を養うための試練なのです。か、神様の登場すら試練の一環だったのか。っていうか思ったんだけどさ、すでにチビ猫が働かされてるのですが。いやあれあと EX のキャラに壁キャラがなかなかいなくて急遽使っちゃいました。なんなら本人すらいます。どういう状況だよそれ。そこには触れてはいけない。実務経験ですよ。実務経験があった方が採用しやすいですから。物は異様だな。この実務経験があれば、面接の時に実務経験3分ありますって言えますからね。絶対それ落効果だから言わない方がいいよ。なんで3分で辞めたんですかって言われるよ。そんな普通な質問してくるような会社はこっちから願い下げですね。うちだったらその若さで実務経験3分もってなりますよ。そうだ、ここにいるやつ全員頭おかしいんだったわ。もうさすがに疲れてきたでしゅ。そりゃそうだよ、その小さい体で何体の敵倒してきたんだよ。もういい、十分頑張ったからもう負けていいのよ。そうですね、この若さでこの強さ十分社会に出ても通用するでしょう。この若さって0歳児だっての。いいだろう、この試験はこれまでだ。さっきから思ってたけどあんた誰なの。私は新人教育係だが。あ、そういうこと。もうタンクは倒さずにそのまま城を壊滅させましょう。結局倒すことはできなかった。どんだけ強いんだよチビタンク。お前は合格だチビタンク。
あんたはよく頑張ったよ。いやー将来が楽しみですね。なかなかだった。チビタンク、けなげ、けなげすぎ。次はお前の番だ、チビ猫。ねえもうすでに泣いてるんだけど。メソメソすんな。メソメソするだろうがよ、0歳児だぞ。お前はスピードは普通にある、心配するな。それスピードは普通って言ってますよね。ハハ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 ハ、ガキンチョ、ボカーンとやってやるから出てこい。そんなんもう誰も出てきたくないわ。全然怖くないよ。猫かぶんな。でも猫だし。全然猫に見えませんけどね。チビ猫、頑張るでしゅ。チビタンク猫。いや僕はもうチビ壁猫でしゅ。早速先輩風吹かせてますね。今回攻略を見させていただいて、ここでみんなを6体ぐらい貯めて一気に行かないと負けてしまうらしいでしゅ。ゴビ引っ張られてますよ。脳筋でやってきたこのチャンネルもここでついにつまずいたか。闇雲に出動させても勝てないでしゅ。めちゃめちゃ強いじゃねえか、チビ猫。怖い、怖いでしゅ。みんな6体とやり合えるやつなんてそうそういねえっての。自信持っていいと思うぞ。やっとみんな2体出動ですね。あ、チビ猫もう少しかかりそうだから城の中で増えてていいぞ。恐怖心を増幅させるようなこと言うな。安心しろ、俺の血が流れてる。お前なら大丈夫だ。流れてねえよ。でも兄さんにも俺の血が少しぐらいあると思うんだ。まあ多少はあるのかもしれんが、だから大丈夫、安心して戦え。無理でしゅ。みんな3体目まであと少し。ガハハハハハハハ。もうめんどくさくなってきたんで3体目でいきますわ。ちゃんと攻略通りやれよ。いやもう後ろも少し叩かれて心配だからね。あと少しであいつら全員突っ込んでくるでしゅ。やだ、逃げたい。もうなんか壁生産しすぎたのか、少しずつ前進んでるな。やっぱり攻略通りやるのは難しいですね。あもう進んじまってるや。はいじゃあ3体目出動。やっぱり6体貯めるの難しい。もう1枚。この判断が吉と出るのか凶と出るのか。すごい大群でしゅ。確かにこの大群で来られたら私でも怖いわ。あのモヒカンは完全に俺にだ。ちげえよ、俺にに決まってんだろ。すごい、あの大群を。すごいでしゅ、さすがチビ猫でしゅ。いやあの小さい体からあのパワーが。いやーすごいすごい。お前絶対見てないだろ。相手さん落ちじゃん。お前スプラやってんな。みなよあんた、生まれてから1年も経ってないあの子らがこんな立派に。いやマジで普通じゃないからね。チビ猫、やはりお前も私の目に狂いはなかったようだ。あ、スプラ終わったんですか。なんか力が出ないでしゅ。そうか、魔法少女のせいで攻撃力が下がってるのか。やることが汚いぞ。ゆっくり霊夢。なんかたまたま入れてきたやつがハマった。だけどな、実際の戦いでなんて払いたくしてきたりするやつだっているからな。何その地味な攻撃。地味だけど結構厄介な攻撃。セイロガンだって効かないからな。怖いでしゅ。実際の戦いはそれぐらい怖いんだ。ということでそろそろチビ猫は倒さず城を壊滅させましょう。まあチビ猫を倒すのは気が引けるからな。よしよし、あんたら2匹とも頑張ったね。いやどっちも将来が楽しみだ。今日の晩御飯はあんたらの好きなものでも作ろうかね。やったー、焼き魚定食がいいでしゅ。はいはい、俺の胸でも泣いていいんだぞ。